東京警察署の及川と申します。はい。今 NTT カスタマーの中島さんという方から電話をいただいて、はい。私のが、不正使用というか、はい。私の名義で他の人が契約しているからということでした。了解いたしました。まずですね、はい、今回ですね、はい、ある事件の件について、NTT さんの協力のもとご連絡させていただきますね。はい、まず、NTT さんから携帯不正利用の件についてですね、その携帯番号が090、はい、お持ちですか？持ちません。持ってないですか？はい、持ってないです。なるほど。ちょっとね、私の方からいろいろご説明させていただきますね。はい、もう時間よろしいですかね。はい。今回ですね、特殊詐欺事件を捜査しているときに、はい、まあ、主犯悪の男をメーカーを拘束して取り調べを行っていたところ、はい、今回の事件で没収されていた携帯の名義が、はい、ちょっと今調べてますが、はい、その携帯番号ですね。で、その携帯番号が契約されていないのはお間違いないでしょうか？全然、もう全然関係ないです、こんな番号は。はい。あ、そうなんですか。了解ですね。はい。ちなみにですね、本人の確認を取りたいんで、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか？続きましてですね、住所の郵便番号を教えていただきたいですね。迷ってます。何かご心配？はい。警察、本当に警察の方ですよね。あ、そうです。東京警視庁の及川です。今回ですね、特殊の詐欺事件を捜査しているときに、主犯悪の男を身柄を拘束して取り調べを行ったところですね、今回の事件で没収された携帯の名義が、はい、まあ、言っちゃいますね、だったということなので、まずね、先ほど、お伺いしたところですね、この携帯番号は契約されてないと言っていただいたんで、はい、今までですね、警視庁の、捜査2課から説明する協力要請通知書といったものですね、のご自宅に郵送していますが、それ届いていますか？まあ、ちなみにですね、我々の警視庁からも注意喚起ということで、まあ、特に近年ですね、詐欺に関しては、まあ、多発してるんで、チラシとかも配ってますね。それと間違えて捨てられたということはないですか？いえ、ないですね。結局私の名前でうちに送ってあるんですか？そうです。私の住所はどうしてお分かりですか？それで、やっぱね、携帯契約というのはね、自分の身分証明を出して、本人は確認取らないと簡単に入手できるもんじゃないから、おそらくですね、どこかで自分の個人情報を流出してしまう可能性も高いですよね。そういうことで、ちょっといろいろ聞かせてもらいたいですね。いや、今おっしゃったその郵便物というのは全然一回も来ております。ついておりません。ああ、なるほど。じゃあ、やっぱ、ちょっと住所をちょっと確認もしたいんで、その郵便番号だけを教えてもらえますか？ちょっと時間いただけますか？ちょっと電話切って。